城は別名をワニ城とも呼ばれ、中世に熊本県旧三河町を一帯を支配した肥後国の国人ワニ氏が本拠とした城。現在の熊本県玉名郡名古見町和人に位置する、天正15年に発生した肥後国人一期において最後まで光戦を続けた城の一つである。田中城跡の名称で国の史跡に指定されている。 ワニ川の東側に接する小山に築城され、規模は総面積約8万平方メートルと推定されている。四角の平坦部は50メートル42メートルの楕円型で、城周辺の水田からの飛行は47メートルある。実戦向きの城で、1万余の軍勢を相手に1000人、足らずの守兵で38日の牢城戦にこらえた。本丸を取り囲む、空堀の他ステクルワート、 建物跡、井戸跡などがよく保存されている。日後国では、菊池氏が衰退した後、戦国期は、国人割拠状態が続き和西も日後国の国人の一つだった。和西は、古代豪族和西の末裔とされるが、和西が滅んでしまったため、何時から日後に土着したかその歴史は不明である。九州征伐後の天正15年6月、豊臣秀吉により、笹成政が、 日後国主に認じられる検知を行おうとしたが、日後の国人は服さず、翌月には、熊部千奈が兵を挙げて、日後国人一揆が始まった。和西当主の和西兼姉もこの動きに交往し、弟の親藩と近宗及び姉婿の変春、近行と共に、田中城の守備を固めた。笹成政は、日後の各地で離反した国人を単独で鎮圧できず、遠平を来い、とよと秀吉は、 同年9月、西国大名に出兵を明治一期の鎮圧に向かわせた。田中城に対しては、小早川周法を首相として、安国寺恵景、鍋島直茂、立花宗茂、筑紫広角など計1万余の軍勢が振り向けられ10月28日に到着。城の周囲に二重の柵を築いて包囲戦に入った。 ワニ氏は10倍する攻めてからよく城を守ったが、暗黒自衛系による内容工作もあり、12月5日ついに落城して、ワニ氏は滅ぼされた。昭和61年に、熊本県の史跡指定を受け本格的な発掘調査が始まった。平成元年、山口県文書館、もう都市家文庫から工場線の様子を描いた絵図、変春、ワニ、塩瀬人取リ図が発見され、 工場側の部署や軍令が明らかになるとともに、図に描かれた城の構造が発掘結果とよく合致することが確認された。これにより戦国期の歴史を知る上で貴重な意向で、あるとして2002年3月に国の史跡に指定された。平成14年、地元の三河町によって田中城の攻防戦を描いた映画《女国衆一揆》が制作された。この作品は、 熊本県の史跡を舞台とした熊本物語の第三部にあたり、当時の塩谷義子熊本県知事も高台院役で特別出演している田中城名古美町熊本県庁、ありがとうございます。